Sorry about that, folks. Due to some software issues, I was forced to switch out. Different. Brighter. Basically, Twitch's homegrown studio. Regardless, welcome back, everybody, to Digimon Survive. Last time we got done with the last chapter, we got Miyu back in, and let's get back to the folds. In honesty, got a new lead. Worries, this world, Mars, go back and forth with a lot of other. Well, there was a way in, there's a way out. Now, looking for a way to get out. Our story doesn't quite the search. It seems to begin with another case of inner turmoil. That's not my news. Oh, no. Shuji! 私もよくよく嫌われたものだな。違います。その父さんのこと嫌ってなんかいません。ではなぜ香山の男子としての能力を示すことができんのだ。次こそは必ず父さんの期待に応えます。修二、お前の分まで僕が頑張るから、お前は無理をしなくていいんだ。兄さんは黙ってろよ。兄さんに僕の気持ちが分かるはずがない。兄さんには僕みたいなできない人間の気持ちなんて分からないんだ。最初からやりたくなかったんだ、僕にできるわけないのに。なんで誰も言ってくれなかったんだ。できないならできないって教えてくれよ。分かってれば僕だってこんなことしなくて済んだのに。修二よ、なぜ諦める。お前はそれでも私の子か。違います、父さん。何が違うというのか。分かってます、僕は父さんの期待を裏切りません。本当です、信じてください。僕だってできます、兄さんと同じくらい。僕は父さんの息子ですから。だからできます、できるんです。そんな目で見ないでください。怒らないでください。お願いします、何でもしますから。頑張ります。だから僕を見捨てないでください。父さんを満足させます。父さんのために頑張ります。嫌だ、見捨てないでください。夢。そうか、夢か。なんだ、よかった。お前はどうして変わらないんだ。そんなんじゃ同じじゃないか。父さんに怒られた時の見捨てられるしかない僕と。
necessarily, right? All right. Yeah. That works. How about that, folks? New software, new maintenance. I had everything just right, too. But, well, what are you gonna do? どうだった？私も見つけられなくてダメね。私そんなことないわ。葵はちゃんとやってるもの。ありがとう。僕たちも見つけられなかったし気にしなくていいよ。そうだよ、気にしない気にしない。お、もう二人は来てたんだな。うん、特に何も見つけられなかったけど、そっちはどうだった？俺の方もダメだった。校舎って意外と役立つものがないんだな。どうなんだろうな、他のみんなは。来てないけど。あ、おはよう、みんな。おはよう。おはようございます。寝てる間、上事みたいなこと言ってましたよ。悪夢でも見てたんすか？いや、大丈夫だ。悪夢なんて見るわけないじゃないか。いや、でもその顔色は。うちは一人でも平気だって言ってるでしょ。何が起こるかわからないところなんだぞ。お前を一人にできるか。いいから、ついてこないで。おい、ミュ、あの二人は変わんねえな。安心できそうだよ、俺。いや、和んでる場合じゃないだろう。喧嘩してるなら止めないと。何をしてるんだ、まったく。ちょっと、シュージさん。そこの二人、いつまでもそんな調子だと、みんなが困るんだぞ。うるせえな、兄弟のことに首を突っ込むな。二人とも落ち着いて。ミュウもお兄さんのことを邪険にしないでさ。うちは悪くないもん。シュウジさん、二人はこれで仲がいいんですし、あまりきつく言わなくていいと思います。そうは言うけど、とにかくあんまり揉めないように。あれ、揃ってるんだね。私が最後。なんか雰囲気悪い。大丈夫だよ、せっかくみんなが揃ったし、成果を確認した方がいいかな。そうしよう。タクマ、僕が仕切るよ。お願いします。なんだか大変だね、人間って。みんな葵みたいにいい子ならいいんだけどね。今はまだ仕方ない、信じて見守るだけだ。そういうものかしらね。つまり目立った成果はないということだね。僕たちには明確に敵がいるのに、これはまずい。あいつらの狙いは俺たちを生贄にすることか。意味わかんない。そもそも管理者って一体何なんだ？その人が元凶ということなの？要するにあれだろ、悪の親玉なわけだよな。
そいつに会えばいろいろわかるんじゃねえの？それって敵のアジトに乗り込むってこと？そんなの絶対危ないじゃん。そうよね。私もちょっと怖いわ。何言ってんだ。行くしかねえだろ。俺たちは何も知らない。敵のことも襲われる理由もこの世界のことさえも。そんな状態じゃ身を守ることもできやしねえ。とっとと相手の本拠地に乗り込んで知ってること洗いざらい吐かせるべきだ。まあ言ってることはわかるけど。いいじゃんいいじゃん、ラスボスに殴り込みだ。お前は留守番だ、ミュウ。はあ、なんでよ。危ないからに決まってるだろ。私たちは心配しないくせに、ミュウちゃんにはほんと過保護なんだから。ちょっと待ちたまえ。やっぱり敵の本拠地に乗り込むなんて認められない。危険ではないか。あー、出た出た、また始まったよ。我々がいるのだから多少の危険は問題ないと思うかな。うん、タクマは僕が守るぞ。ま、それなりに修羅場はくぐってるしね、私たちって。それにこんだけ数がいるんだぜ、余裕だっつの。確かにクローラモンたちがいれば平気かも。こいつらの力があればちょっとやそっとのことくらい問題ねえだろう。それは君たちの獣が強いからそう言えるんだろう。とにかく反対だ。わざわざ危険に飛び込むことはない。他の方法を探すべきだ。いや、今はこれが最善だ。敵の本拠地に乗り込んで手っ取り早く情報を聞き出すべきだ。なあタクマ、これまとまらねえんじゃね。お前の意見言ってみてくれよ。Decisions all around. Ace. On one hand, we charge right into the enemy stronghold. That presents its own problems. That's suicidal when you think about it. On the other hand, we try and find alternatives. But no real knowledge of the area, and that just has its own difficulty. A bit more is a safe bet, but it's not like we have much of a choice in the matter. Home 拠地に行くべきか行かないべきか、今はまだどっちがいいとも言えないよ。何それ、優柔不断じゃない？いや、だってしょうがないだろ。本拠地に行かないとしても他の案もないわけだし。それはそうよね。安全は大事だけど、この世界の情報だって大事だし、結局はどう安全に外を探索するかということになるのかしら。そうだね。それで困ったことに、今僕たちが知ってる情報源は一番危険な敵の本拠地だけなんだ。すると、もういいじゃん、さっさと乗り込もうよ。シャコモンたちがいれば平気でしょ。そうね、危ない時は私たちに任せてくれればいいわ。君たちはそうやって僕の意見を無視して。僕の獣が弱いからか、僕が戦えないから。僕は常に正しく強くあり、みんなを導いていかなければならないのに。シュー
とにかく僕たちには敵がいて戦わないとならない。そのために協力しないとならないんだ。僕たちが無事に帰るためにも。帰れる可能性はあるんだもんな。わけわかんないまま生贄にされるなんて絶対に嫌だもんね。僕はもう一度校舎内を探しに行く。みんなも何か対策しておくように。待ってよ。何も見つからなかったって話だったじゃん。そういう言い方は良くないぞ。修二は立派に務めを果たしている。修二さんは頑張ってるわ。私なんかよりよっぽど。葵はちゃんとやってるわ。自信を持って。ありがとう。ねえタクマ、僕たちはどうする？物を探すのも大切だけど、みんなに話を聞いて状況をまとめたいんだ。アグモンは自由にしてていいよ。Away.
私の力はこんなもんじゃない。ジーヤー、緊張する。
get the comic book by accident.
I had to look away for 2 seconds.
よし、俺が行こう。Got the petty thieves here. Thank you.
I start marching out of the door. This keeps up, it's never gone in well. Never has.
that. Right here. For it to end, if shoot it up. Let's train up and go the wrong way. Thank you.
why is my memory is not that good? Let's see. Like I'm trying my mood to bomb here. The two foot right there. Sufficient evidence showing that someone has a little sister complex. Stop doing that by now. Thank you.
みんなの意見は聞いたけど、他に安全な方法なんて思いつかないし、このままじゃ状況は変わらない。やっぱり行くしかないか。なんだ、修二さんの声。たくま、食堂の方から聞こえるよ。なんだろう、行ってみよう。ないことばかり。僕はどうすればいいんだ。修二さん、落ち着いてください。落ち着いてなんかいられるか。僕らの知っていることは結局全部憶測なんだ。ジジモンさんの話だって聞いた話だとか言い伝えだとか曖昧な話ばかりじゃないか。だったら何だってんだよ。なんだろう、僕は間違ったことは言ってない。あのな、俺たちは戻るって決めただろうが。いちいち疑ってたらキリがねえだろ。それとも何か、信じないでいて闇雲に行動してどうすんだ。お前はこの世界に骨をうずめるつもりか。僕はそんなこと。だったらうだうだ言ってんじゃねえ。もう弱気なことは言うな。分かったか。まあまあ、二人とも落ち着いて。僕たちが喧嘩してる場合じゃないよ。そうよ、今の私たちはジジモンさんが言ってたことを信じるしかないわ。何の指針もなく行動するなんてできないんだしね。だから二人とも今は信じて頑張りましょう。俺は信じてるぜ。こいつがどうだか知らねえけどな。僕だって騒動を起こしたいわけじゃない。この世界に私たち以外の子供たちがいたのは間違いないでしょ。その子供たちがどうなったか調べていけば、きっと私たちが帰る方法だってわかるはずよ。 One sec, folks. Yeah, I had that all set up.Here's that I am under judgment. Let's see. What? Yeah. Working. Right back, folks.
Sorry for that, everybody. Oh, it can be sometimes. But... We're back. そうだな。今はそれが僕たちの自信だ。そう言ってもよ。結局あいつらを締め上げるしかねえだろ。教えてくれって言って教えてくれる奴らには思えないぜ。今間違いなく言えるのは、神か何かに生贄を捧げれば異変が収まるってことだよね。過去に何度かあったみたいだし。僕はよくわからないけど、人間の子供たちを犠牲にするのはよくないよ。そうなの。ジジモンもそういう意見みたい。私もそう思っているわ。そう、僕たちはそんなことは許さない。タクマを犠牲にするなんて絶対やだ。 Yeah, actually we know. Must die here, the guy that they want to also die.犠牲を出さずに帰ろう。犠牲はいらないんだ。ま、それに越したことはねえな。シュージ、お前もそれでいいだろ。ミノルとファルコモンはどう思う？そりゃ犠牲なんてない方がいいに決まってんじゃん。うむ、同感だ。俺もミノルを犠牲になどさせたくない。ミノルはまだ未熟だが、大きく羽ばたく可能性を持っている。こんなところで終わらせるわけにはいかない。なんだよファルコモン、照れんじゃねえか。君たちはいいよな、そうやって信じ合えているように振る舞えて。ただね、そうじゃない人間の気持ちも考えてくれ。僕たちはこいつらが何者なのか、それさえも知らないんだ。正体がわからないような相手を信じて行動なんてできるもんか。だったらどうするんだよ。俺たちはこいつらを信じるしかないんだぜ。こんな正体不明の存在をか。そんなの馬鹿げてる。僕は嫌だ。ひどい言い方。僕たちが何なのかそれは分からないけど、それを教えてくれるのがタクマなんだ。タクマ、僕はタクマを信じてるよ。タクマと一緒にいればいろんなことが分かるって。分かんねえことばっかりだけどさ、俺たちを信じてくれるこいつらがいるんだ。じゃああとは俺たちがこいつらを信じる番だろ。それにさ、俺たちを狙ってる奴らは実はそんなに多くないかもしれないぜ。ジジモンみたいに中立だったり、俺たちを襲った奴らだってみんながみんなあいつらの仲間じゃない。多分信じられる奴らの方が多いんだよ。そんな曖昧な言葉で信じるなんて僕にはできない。それに少ないとしても僕たちを狙ってる敵がいるんだ。何もわからないままあいつらと戦うなんて冗談じゃない。僕は反対だ。シュージさんの言うことも一理ある。迂闊に動くのは危険だ。じゃあいつになったら動く。いつになったら俺たちは帰れる。今できることをしねえで状況が変わるのを待つなんざ、そんな運試しに貴重な人生使えっかよ。っていうかさ、私たち知らないことばっかりじゃん。伝承とか霧とか、何もしないでいたらわからないままじゃん。だから今は何かしないといけないんじゃないの？僕の意見を無視しているな！だって、シュージさんの意見は何もしないってことじゃん。くっそ！なんで君たちは！
ソン。カイトはとにかく動いてみるって感じなの？それしかねえだろ。じっとしたまま生贄にされるなんてごめんだ。だよな。ただ修二さんの言う通り、信じられるものが少ないのも事実なんだけどよ、何もしないでいたらそういうもんは増えないだろ。そうだね。だからどうすればいいかをもう少し落ち着いて考えられればいいんだけど。とにかくよ、ジジモン以外に何か知ってるのはもうあいつらしかいねえんだ。あいつらとだって話はできるんだなら、あいつらの基地に乗り込んでみないか？僕は反対だ。話し合いなんて無理だ。ジジモンたちだってもう何も知らねえだろうよ。ってことはもうあいつらに話を聞くしかねえ。みんなはどう思ってるんだ？俺の意見に賛成のやつは手を挙げてくれ。みんな正気なのか？危険すぎる。敵の罠だってあるかもしれないんだ。けどさ、修二さん、多数決の結果は歴然としてるぜ。それはそうだけど、けど僕はみんなのために。僕たちも行くの？そりゃそうだろう。なんだよ、行きたくないのか？まあ危ないのは目に見えてるけど、でもここに置いてくわけにいかないだろ。ここにいて知らない間に犠牲になったとか、最悪じゃん。そうだ、危険なんだから置いていくべきだ。二人は子供なんだから。二人も連れて行こう。みんなでいた方が安全だ。だよな。よし、そうと決まればさっさと準備しようぜ。どうしてみんな、どうしてみんな、僕は間違ってないのに、なんでだよ。修二、元気出して。うるさい。僕のことは放っておいてくれ。あのよ、お二人さん。どうかした？あいつらから目を離さない方がいいかもしれねえ。シュージとロップモンか？ああ、何かあるかもしれねえ。そんな予感がするんだ。わかった。できるだけ目を離さないようにするよ。ああ、頼むぜ。ああ、ここだ、ここ。サキたちを探しにダムに行った時、ここに来たんだよ。うむ。確か、門のようなものがあったな。目立つ模様の鍵がついていた。そうそう、それな。遊園地でジジモンからもらった鍵が似た模様だったと思うんだ。じゃあ、やっぱりジジモンが言ってたのは、ここのことだったのかな。ま、行けばわかるって。ほら、そこ無駄話をするな。はあ、何が無駄話なんすか？注意が散漫になるだろう。警戒を怠るんじゃない。だからって言い方ってのが。すいません、気をつけます。何謝ってんだよ、タクマ。喧嘩してる場合じゃないだろう。こっちが引けば済むんだし。チェ、なんか納得いかねえ。同感だな。まったく失礼なやつだ。おっとっと。大丈夫か、アクモン？うん、平気。でも、なんだろう、ここ。変な感じがするな。歩きにくいっていうか。とにかくみんな気をつけて進むんだ。何があるかわからない。そこ危ないよ。
そんなことわかってる。いちいちうるさいな。ごめんなさい。相変わらずっていうか、なんていうか、あいつはロップモンに優しくなれないのか。何かきっかけがあればいいんだろうけど。しかし修二のやつもよ、リーダーとしてやる気を出してくれたのはいいんだけどな。くそ、歩きにくい。みんな疲れたら早めに言うように。それに何かあったらすぐに言うんだ。何が起こるかわからないんだから。今からそんな警戒してどうすんだよ。あの霧もあるけど、ここには敵がいるわけじゃないぜ。何が起こるかわからないんだ。警戒しないでどうする。山や森の中は歩くだけで体力を奪われるよ。今からそんなんじゃすぐにバテちゃう。そうかもしれないけど。修二さん、もう疲れてるみたいだし、気を張ってたら目的地まで持たないよ。疲れてはいるけど、今から戻るわけにもいかないだろう。ミユに当たるんじゃねえ。てめえが疲れてるだけだろうが。まあまあ、カイト、落ち着いて。いいえ、ここはお兄ちゃんが正しいわ。ミユを怒鳴らないでよ。待て待て、シャコモ、お前まで噛みついたらややこしくなるからよ。今からそんなんじゃ、この先が思いやられるぜ。なんか今日の修二さん、嫌な感じじゃない。ちょっと咲ちゃん、声が大きいわよ。修二さんに聞こえちゃう。むしろ聞こえた方がよくない？修二さんに気づいてもらわなきゃ。誰かさんのせいで空気悪くなってますよって。私もそうは思うけど。
そろそろ目的地だ。ここから先は未知の場所になる。みんな、僕の言うことを聞くように。おい、返事はどうした？へい。うるさいな。サキさん。おい、今うるさいって言ったのか？年上に対してなんて口を聞いてるんだ。いちいち突っかかんなよ、鬱陶しい。なんだと？僕は間違ったことなど言ってない。大体君はずっと協調性を乱す言動ばかりしているな。力を合わせなきゃいけない時にそんなことでは。あのな、一番協調性を乱してんのはお前なんだよ。この空気でわかんねえのか。なんだって。あ、喧嘩か。いいぞいいぞ。ちょっと煽るんじゃないわよ。あらら、これちょっとやばいんじゃない？ねえ、まずいよタクマ、二人を止めないと。ああ、そうだな。けど、出番だ。え、うち？とりあえずカイトを止めてくれ。シュウジさんは僕がやるから。おい、ミユを巻き込んでんじゃねえよ。はいはい、お兄ちゃん睨まないの。喧嘩してる場合じゃないでしょ。別に喧嘩してるわけじゃ、はあ、ああ、アホらしい。とっとと行こうぜ。こんな調子じゃ日が暮れちまう。おい待て、勝手な行動をするな。くそ、どうしてみんな。Of course she's back. ああ、これこれ。この水門にこの錠前、前に見たやつで間違いないよ。本当、特徴的な模様が施されてるわね。綺麗。これ欲しいな。こら、ミユ、よくわかんねえもん勝手に触んな。何さ、ケチ。きっとジジモンの言ってた島への道っていうのはここのはずだ。それじゃあれを使おう。
これで敵の基地に近づいたわけだな。何が起こるか分かんないんだよね。気を引き締めなきゃ。そうね、いつ戦いになるか分からないわ。修二さん、顔色が悪いみたいですけど大丈夫ですか？ああ、何でもないんだ。カイト、少しいいか？なんだよ。あの様子の修二をこの先まで連れて行くのは危険じゃないか？ここにはあの霧もないし、ここで待つか引き返してもらった方がいいかもしれないぞ。どうだろうな、タクマはどう思う？いいかもしれないね。ミユキとハルの二人もこの先に連れて行くのは心配だし、何かあったらロップモンもいるから切り抜けられるはずだ。それならそう言ってやるか。案外喜ぶかもな、疲れてるようだし。私は反対だわ。なんでだよ。ロップモンだけに押し付けるようなものじゃない。そんなの危険でしょ。あの霧もあるのよ。私もその意見に賛成だわ。こういうのはどうかしら。私たちも残るの。そうすれば何かあっても問題なく対処できるでしょ。葵さんとラブラモンも残るの？あのな、敵のど真ん中に行くんだぜ。必要以上に戦力を分散なんて冗談じゃない。俺もその意見に賛成だぜ。一人かけるくらいならなんとかなるけどさ、二人もかけたら俺たちが不利になっちまう。ならみんなで行けばいいじゃない。だがあの状態のやつを連れて歩くのは危険だろう。でもだからって置いていくのは。どうするミユちゃん。わかんないよ。このままじゃ先に進めないよ。タクマ、どうすればいいのかな。確かにこんな状態じゃダメだ。でもどうすれば。いっそ修二を切り捨てれば、それによって一致団結できそうな気もするが。それができないからこうやって迷ってるんでしょ。そうだが、このままではいい結果にはならんぞ。それでもみんなで決めた方がいいんでしょ。一人にしたら修二は余計に追い込まれそうよ。それにロップモンのことも心配だわ。ロップモンは一人だから苦しんでいるんだよ。ちゃんと人間と気持ちがつながれば救われるのに。修二さん一人をここに残すのもありかもしれない。ちょっとタクマ君。まあそれも手だな。そうしたら協調性も乱されないんじゃない。そんな二人まで。ふざけるな。僕を切り捨てていくっていうのか。僕はリーダーなんだぞ。僕は大丈夫だ。疲れてなんかいない。君たちが行かないなら僕だけで行ってやる。あ、待って、シュージ。うるさいんだよ。いちいち呼ぶな、この役立たず。ああ、本当に行っちゃったよ。どうかしたのか。とっても辛そうに見えるよ。なんで僕だけこんな嫌われているの。僕が
何か悪いことしたから。僕は悪いことなんてしてないよ。ロップも大丈夫？わからない。でもなんだかとっても苦しいの。ごめん、僕修二のところに行くね。行っちゃった。とりあえず俺らも行こうぜ。だな。何が起こるかわからないんだ、警戒を怠るな。修二さんの真似言いそう。ミノル君、サキさん、やめなさい。はーい。ねえ、タクマ、なんだか僕すごく嫌な感じがしたんだ。ロップモンが危ないってこと？うん。とても真っ黒な感じがしたんだ。僕らは人間の心に影響を受けやすいんだ。修二があのままじゃ何か悪いことが起きるかも。悪いことか。何もないといいんだけど。あの坊や、つけ入る隙がありそうだね。おお、これが地下水道か。思っていたよりちゃんと道なのね。どれくらい広いのかな。どこまで続いてんのか先が見通せねえな。広いのかもしれないけど、これ、あ、霧がこんなに充満してる。タクマ、この霧はあの霧と違うよ。じゃあこれって何かのガス？そっちゃヤバい系？ビビんな、とっくにいくらかは吸っちまってるよ。そうね、でも危ない感じがするのは変わらないわ。前が見づらいわ。みんなとはぐれないように気をつけないと。迷子なんてシャレにならねえしな。何かいるぞ。いらっしゃい、子供たち。そっちから来てくれるなんて、飛んで火にいるなんとやらってやつね。何言ってやがる。お前の方が虫みたいじゃねえか。そうかしら。私にはあなたたちの方がよほど虫に見えるわ。そっちから来てくれたんなら話が早い。トラクモ、やるぞ。ああ、あら、怖い怖い。いくらちびっこでもこうも多いと危険よね。だからこういうのはどうかしら。みんな離れないで。分断されたら危ない。けどタクマ、霧が濃くなってみんながどこにいるかわからないよ。とにかく声をかけていくしかない。めまい、頭が揺れる。ぐ、もう。アルケニモンまでいなくなってる。
とにかく先に進んでみよう。Spawns. Oh, nice. He's in.
で、なんとか勝てたけど、アグモンの偽物が出てくるなんて本当に嫌な罠だ。タクマ、大丈夫か？少し休憩する？いや、大丈夫。みんなを探そう。ねえ、タクマ？ん？何？僕はどんな時でもタクマと一緒だよ。だから安心してね。うん、ありがとう。タクマ、あっちから誰かの気配がする。あっちにはまだ霧が残ってる。でも大丈夫だ。行こう。なかなかいやらしい攻撃をするじゃないか。私の愛すべき子供たちは丘の場所だとすぐ干からびて死んでしまうの。でも勝手知ったるこの水路の中ならいくらでも罠を張れるわ。そしてその結果は間違いなく出ている。じゃあそろそろ借り入れ時か。これだけの人間の子供がいればさぞ。Whether she was just watching or that argument, I don't know. Where she decided to set up trap in advance. What we need. Unless she figured out something about us. Made sure to tail it. A little extra mess with her. Her intent to get. And doubles. Not studying this time. Stuttering. Great.I'm worrying over nothing. It's affecting me. いいえ、人間の味方をしている奴らの力は侮れないのよね。だからこうして心を責めているの。お分かりかしら？質のいい手下が居合わせなかったのが難点だったな。まったく不甲斐ない奴らだ。でもそのおかげで一人面白い子を見つけられたわ。面白い？どういうことだ？もうすぐわかるわ。Thank you.
fill up the mural. Great. See here. Now I can travel the world. Oh, that was a close one. Okay, boss. Fine. That's the only thing. On a cliff. Oh, I'm glad you're alright, but try not to get so carried away. Sorry. It's just hard to react when everything here is so amazing. Right when I thought the town had such a perfect place. Like we do this. Can't trust the ground anymore. First, do on water. I love it. This is the point. Can't wait to learn all about it. I know someone who wanted to meet boss. Sounds great. Don't want to hear more? I am my surprise. Follow me. Good lady. A river. Found it. My friend there is a real old timer. Probably answered any of your questions. And she's another impressive speaker. And on my own, I may have gotten the shivers. But I asked him over how this world came to be. Honest, the answer surprised me. I expected to hear a myth or a legend. The way the old timer talked about it, he did act. And he had. Now that's an old spirit. That's to say, with the town itself. Astonishing. Heard not only about the creation, but about an even larger. Satisfied, boss? I couldn't ask for more. I want a Tron so badly it's killing me. I think this in the legend I heard in Wireworld. Well, we'll make incredible art. That's great. Guess you won't be hearing another story like that. Why not? I don't know any other monster as old as that old time. We've all been getting lost in little changes. Sounds like a real shame. Remember to me, boss? Oh, thanks. Crazy human. Listen, I can't go home anymore. I want to keep in. The world may be changing, but I'm not. I'll have to let that change. Or who I am, boss. Come on, let's go. Only for us to just give up. You're so my incredible art. Well now, there's something I gotta see. Found someone who can tell him the whole story. Interrupted.
の番だね。私に任せなさい。で、あっ、二人はここで休んでて、僕は他のみんなを探してくるよ。うん、正直助かる。もうクタクタ。ごめんなさい、私も。たくまくん、お願いね。任せて。さあ、行こう、アグモン。おう。なんだ地震？いや、これは誰かが戦ってるんだ。
戦い。さあ、味方がいるな。行ってみよう。戦いは終わったのか。ふん。タクマ、あいつは見たことのない獣だ。味方なのかな。あいつは誰だろう。あ、待ってくれ。本当に？あいつは気になるけど、今二人を優先しよう。二人とも怪我はない？うん、獣が守ってくれたから。獣？誰？レナモン。レナモン？さっき見たのと同じやつかな。そいつを前から知っているの？そうか。アグモンは見覚えない？ごめん、タクマ。僕にはわからないや。敵か味方かはわからないけど、僕たちを助けてくれた。ガルルモンみたいな感じだね。あいつは敵じゃないか。そうだけど。二人とも歩ける？うん。お姉ちゃんも怪我してないよ。じゃあすぐそこに葵さんとサキがいるから、君たちも一緒にいて。僕は他のみんなを探してくるよ。行こうか、アグモン。Just galore and everything else. That's what we need to deal with right now. But I'm afraid it looks like time's running out. Alright, everybody. Nothing personal, but I'd like to keep some consistency on this. Not the truth. But Arcumon's machinations come through. Will it give our heroes here the extra resolve they need? Right, we're gonna have to find out next time on Digimon Survive.